どうも皆さんこんにちは。おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。久々の動画になります。ちょっと体調を崩したり、いろんな仕事の関係でね、動画を上げられなかったんですが、今回はですね、初心者中級者向けの、フルサイズミラーレスカメラ2023年最新版を、この動画ではお送りしていきたいと思います。久々に、フルサイズセンサーっていうところ、フルサイズカメラに着目して動画を作っていくんですが、そもそもですね、僕の動画今見ている方でおそらく初心者の方も中にはいるんじゃないかなと思いますので、まずそのね、カメラのセンサーの部分に、少しね、着目しながら話していきたいと思います。それではですね、まずフルサイズセンサーとは、何でしょうか。そもそもカメラにはセンサーっていうものがあって、センサーが大きければ大きいほど暗いところで綺麗に撮ることができますし、背景も綺麗にボケた写真だったり動画を撮ることができます。今僕が使っているのはフルサイズのカメラになっているので、かなり背景がボケて撮れているんじゃないかなと思います。そしてですね、このセンサーを選べばもう基本的には画質は綺麗になるでいいと思います。考え方として、フルサイズ買っとけば正直間違いないよっていうことが、基本的にはいけるんじゃないかなと個人的には思ってます。そしてですね、今簡単にセンサーサイズの画面を見せているんですが、一般的なね、スマートフォンに比べて、もちろんスマートフォンのものにもよると思うんですけど、大体ね、15倍から30倍ぐらいのセンサーのサイズの大きさの違いがあります。だからすごい簡単にもう超ざっくり言えば、スマホの約15倍高画質っていうことなんですよ。そうすると、あのカメラとスマートフォンのカメラを差別化することができるので、カメラを持つ価値っていうのが見出せてくるんじゃないかなと思います。100% ですね、もうセンサーは大きいほど高画質になります。これは確実に言えることなので、もうね、これはもうあの初心者の方も最初はね、もう細かいとこ気にせずに、センサー大きい方がいいんだなって思っとけばいいんじゃないかなと、思っています。そしてですね、フルサイズを選ぶ理由っていうのをね、簡単に挙げていきたいと思います。もともとね、あのカメラには一眼レフって呼ばれているものと、ミラーレスっていうものが今あるんですが、基本的にはもう市場はミラーレスカメラに移行しています。で、なんでミラーレスカメラがどんどんこう移行してるかっていうと、単純にミラーがレス、そのまでカメラの中に鏡がないんですよね。もうデジタルでファインダーとかに映像を出力してこうやって覗き込むことができたりするものになるんですが、これによって単純にミラーがなくなるっていうことは、物理的に軽くなります。で、よく言われてるのが、フルサイズカメラは大きくて重たいってよく言われてるんですけど、今はですね、技術革新によって、小型化が実現できています。僕がね、今手に持っているこの、ソニーの α7C2 っていうカメラがあるんですけど、これあのカメラ本体だけで 500g になってます。本当にめちゃくちゃ軽い部類に入りますので、今のミラーレスカメラのフルサイズに関しては全てが重いわけじゃないんだよっていうところを、最初にお伝えしていきます。その次に、軽量コンパクトなレンズが生まれてます。これなぜかというとですね、カメラが進化することによって、今までレンズに搭載しなきゃいけなかった機能をもうカメラ側が処理してくれるので、レンズ側のこう機能をどんどん削ぎ落とすことで、レンズが軽くなって小型化していってるような状態になります。なのでフルサイズだから必ずレンズが大きいよというわけでは今はないので、そこもご安心ください。そして先ほどもお伝えしましたが、圧倒的な高画質、そしてダイナミックレンジが広い。これ何言ってるんだって思うかもしれないんですけど、写真を撮るときとか動画を撮るときに白飛びしちゃったりだとか黒つぶれしたりすることが、場合によって体験したことがあるんじゃないかなって思うんですが、この白飛びしにくくて、黒つぶれしにくいものになっています。本当に本当に映像がとにかく人間の目で見ているようなものに近くなってくれるんじゃないかなと思います。そういったね、こう画質の面でも、写真動画においてやっぱりダイナミックレンジが広いっていうのはメリットがあります。そしてですね、中古市場が安いっていうことになります。今ですね、いろんな、フルサイズミラーレスカメラがたくさん出ています。キャノン、ニコン、ソニー、あとはパナソニックとか、基本的にはこの4つがフルサイズカメラを、販売しているんですが、この4社の、カメラがね、本当に最近もボンボン新しいのが出てきているんで、その分中古市場もね、だいぶ熱い状態になってるんですよ。
なのでフルサイズカメラ、すごい高いんでしょって思う人もいると思います。確かに新品のカメラに関しては高いかもしれないです。ただ個人的にはね、初心者別に新品買う必要全然、ないとは思っているので、そんなにね、神経質じゃないっていう方は中古品をね、求めてみると、もう高画質な素晴らしいカメラが安い金額で手に入るんじゃないかなと思っています。そして最後、これ個人的に重要なんですけど、カメラに言い訳ができないです。つまりもう画質、もうカメラに関してはもうフルサイズを買っておけば基本的にはもう全て高画質になります。でそれで撮影をして、なんかいまいちな写真だなとか微妙だなって思った時って、基本的にもうカメラに言い訳できないんですよ。もうカメラがいいものだから。はい、ってことはもう自分の能力が、やっぱり劣っているっていうことになってくると思うので、やっぱりそこの部分、自分のスキルを高めるっていう部分でもカメラに言い訳できないっていうのは、こう写真だったり動画の撮影が上達するための一つの要素に、繋がるんじゃないかなと僕は思っています。初心者が辞める理由っていうのをね、まず伝えていきたいと思っています。でね、こうサブタイトルに安物買いの銭失いっていうのがあります。例えばですね、家電量販店に行って、店員の人に、カメラ欲しいんですけど、じゃあ予算はどれだけですかって言われて、10万円です。あ、この瞬間に、店員さん、そもそもスマートフォンとあんまり変わらない画質のカメラしかおすすめすることができなくなります。基本的にはね、基本的には、だから、まず10万円っていう予算を決めつけてしまうと、もう新品で求める瞬間でもうね、もうスマホの方が画質いい人の方が多くなるかもしれない。場合によっては、もちろんスマホの機種によっても変わってくるとは思うんですけど、はい。そしてですね、初心者がやっぱりカメラをやめてしまう理由っていうのが、僕が思うに3つあると思っていて、重たくて、大きいので持ち歩かなくなるっていうところ、なので小型軽量カメラを選んだ方がいいですね。できれば 500g 以下のもの、そしてスマホの画質と変わらないもの、これ2番目のところなんですけど、少なくとも先ほど紹介したセンサーの中からAPS-C 以上のセンサーサイズを選択された方がいいと思います。できれば、はい。その次に、3つ目、操作が複雑で学べない、はい。簡単にやっぱりね、撮影できる、操作システムがあると、ここも挫折しにくいんじゃないかなと思います。もちろんね、オートで全部撮ってもいいんですよ。もうそういうのめんどくさいからもう何でもいいやっていうのだから、別にね、操作システムって別に細かく覚える必要はないんですけど、興味のある方がどんどんこう自分でね、勉強していってやっていけばいいと思います。ただもうそれもね、オートすらももうやらないみたいになってくると、もうそれがもうやめる理由になっちゃうと思います。はい。でやっぱりね、今ここに例が載っているんですけど、スマホには15万出してる人、分割で15万円出してる人、でもカメラには15万出せない初心者の方がいらっしゃると思います。何のために買うのかっていうのをまず考えた方がいいと思いますね。はい。そしてですね、先ほども挙げたようにソニー、パナソニック、キャノン、ニコンの、フルサイズカメラが、市場には、存在しています。この4つの、会社メーカーの中から、おすすめのフルサイズカメラを今日はピックアップしましたので、ぜひ、参考になると思いますので最後まで見てください。はい。1つ目、キャノンの EOS RP という、カメラになります。この画面でですね、色がついている部分に関しては、結構ね、特徴的な部分になりますので、色をつけているんですが、他の部分に関しては黒いところの文字の部分は、至って普通の、そんなにね、素晴らしい性能とは言えないところなのかなと思って色をつけていないです。でね、もうこうフレーズ入れてあります。安い、軽い、コンパクト、はい。この EOS RP はですね、発売自体はもうかなり前のね、製品になるんですが、とにかくですね、手ブレ補正は搭載はしていないけど、すごく軽いフルサイズカメラになります。485g なので500グラムを切っていますし、かつね、2600万画素っていうかなりね、画素もそれなりに多いスペックになっているので、ね、かなり高画質な写真も撮れて、かつ暗処理もある程度強いっていうものになります。でバリアングルモニターっていうね、こう後ろにこう自撮りが撮れるね、モニターもついているので、YouTube の撮影であったりとかにも向いているんじゃないかなと思いますので、おすすめの一つになります。でおそらくね、今ね、新品で見たところ、今回価格 .com で全部検索してるんですが11万8800円になっております。
これもね非常に魅力的で安いんじゃないかなと思います。なので、ね、キャッシュバックキャンペーンとかうまく組み合わせると、まあ、10万円以下とかにもなったりしますし、まあ、中古だとね確実に10万円以下のものが探し出すことができるんじゃないかなと思いますので、おすすめにはなります。ただデメリットが一つあるとすればキャノンはですね、レンズの種類が非常に少ないです。そしてレンズも高価で高いです。なのでね本体だけ買って安心したとしてもその後にレンズを選びたいってなった時に、まあ値段がね、まあ、予算がちょっと難しいとか種類がたくさんから選べないとか、まあ、そういったデメリットが実はあったりするのでご注意いただければと思います。次もキャノンのカメラ紹介したいと思います。 EOS R8 になります。こちらのねキャッチフレーズ、高速撮影軽いコンパクト、まあ、このフレーズが似合うんじゃないかなと思います。で先ほどの EOS RP とは、違ってですねこの EOS R8 に関しては今年2023年に発売されたカメラになっております。連続撮影に関しても、40コマの撮影が可能になっていて、まあ、あとね暗所の耐性がこのカメラ非常に強いので夜間の撮影にも強いっていうのが特徴的かなと思います。そして先ほどの EOS RP よりもさらに軽い 461g という、まあ、軽さになっているんですが 4K の60フレームの撮影をすることができます。まあ、つまりね、動きの速い被写体の、動画撮影をするときにスローモーションの撮影もできますよっていうところがメリットになってくるんじゃないかなと思います。そして2420万画素の、まあ、なかなかね、高画質な写真を撮ることもできるっていうものになっています。もちろんバリアングルモニターも搭載しているんですが、まあ、デメリットで言えばねもう EOS RP の価格と比べていただければ分かるんですが、まあ、10万円以上、価格がジャンプアップしてます。まあそれはねかなりあれ EOS RP で多分ね5年前かな4年前かぐらいのカメラだと思うのでやっぱり最新になってくると、まあ、これぐらいの金額にはなるんですが、やっぱりキャノンのねオートフォーカスとかもう素晴らしい機能を存分に楽しみたい、予算にそこまで、限りがないっていう方であればキャノン好きの方はぜひこのね EOS R8 を選んでいただきたいなと思います。まあ、ただ注意としては手ブレ補正やっぱり搭載してないので歩き撮りとかっていうのは向いてなかったりします。なので動画撮影をするときには基本的に三脚に固定したりするような方法が好ましいんじゃないかなと思います。はい、では次に移動したいと思います。ソニーになります。α7C になります。このカメラはですね僕が今手に持っている α7C2 の以前のモデルになっております。これ初代の α7C はですね今もね新品で売られていて価格ドットコムでは19万5千円になってます。509g なんですが先ほどのねキャノンのモデルと違うところは手ブレ補正を搭載しているっていうところになります。ただまあこの手ブレ補正もそのすごくね優秀なものではなくてどちらかというとね写真とかを撮影するときに手ブレしないようなレベルの手ブレ補正機能だと思っていただければと思います。こちらも同じく2420万画素でかなり高画質な写真も撮ることができますしバリアングルモニターにもなっているので、まあ、ここがねやっぱり共通の今回のカメラ紹介する中ではポイントになってるんじゃないかなと思います。でやっぱりソニーのカメラを選ぶメリットっていうのはですねE マウント、まあ、あれですねレンズのつける部分なんですけど、ソニーが、出している純正のレンズもいっぱいあるんですけど他社製品のレンズってものすごいソニーはいっぱいあるんですよ。なのでやっぱたくさんのレンズから、予算に合わせたりだとか自分の用途に合わせてレンズを選ぶこともできますしたくさんレンズがあるっていうことは市場もレンズが余ってるんですよね。だから中古でレンズを買うときにもかなりキャノンとかに比べると種類がたくさんありますし割と安い金額で購入できるっていうのが特徴になります。かつ割とこうソニー使ってる人とかだとやっぱりレンズを複数持ってる人とかも割といると思うのでまあレンズの貸し借りっていうのも場合によってはできるんじゃないかなというふうに思います。まあ、このね、α7C に関してはこの α7C に2に比べればもちろんね劣っている部分があるんですけどその分ね操作システムかなりシンプルになっているので操作は分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。まあ、小型軽量で手ブレ補正ついている、そしてある程度の金額からたくさんのレンズの中から、自分のねカメラを構成したいっていう人にはおすすめのカメラになっていると思います。はい、その次にはい、紹介したいと思います。α7-4 になります。
このカメラですね、先ほどね、紹介していた3つのカメラに比べると、658g っていう、重さにはなっているんですが、その分ですね、スペックに関しては先ほどの α7C よりも、かなりジャンプアップして、性能が上がっております。おそらくこのカメラは確か2021年の末とかの発売だったと思うんですけど、これもね α7C、その他同様にバリアングルモニターも搭載しつつ3300万画素の高画質の写真が撮れて、かつですね 4K60 フレームの、スローモーションの動画撮影もできると。でやっぱりデュアルスロットルっていうのが今回のこのモデルからね、α7-4 から紹介するんですけど、 SD カードをねカメラに挿すことができるんですが、2枚挿すことができるので、そこはねプロを目指していく方に関してはかなり重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。今この撮影しているカメラに関しては、α7-4 を使っているので、こんな感じの画質が撮れるよっていうのが分かりやすいんじゃないかなと思います。連続撮影に関してもね、先ほどの α7C もこの4もですね10コマの撮影することができますし、本当にねプロの現場とかでも使っている人が多いカメラになります。なのでねフレーズとしてはプロ仕様、軽い、コンパクトっていう風なところで、割とコンパクトめですね、このカメラに関しては。もちろん先ほど紹介したものに比べるとちょっとねコンパクト具合が弱いんですけど、金額に関しては29万円になっております。今回紹介する中で現段階一番値段が高いカメラになっています。値段は高いけど、プロ仕様でもいけるっていうところが個人的には推しなんですよね。僕も今ねこのカメラ使っていて結構2年ぐらい使ってるんですけど、やっぱりすごいいいカメラだなって僕は今も思ってます。ただね α7C2 っていうねカメラが出てからはね 150g ぐらい、同じ近しいスペックでね軽量化できているっていうところで、僕は α7-4 ではなくて α7C2 を今ねメインとしては持ち歩きで使っていたりします。自宅ではね α7-4 の撮影を使っているような状態になりますので、α7-4 いいなって思った方はぜひね α7C2 の方もね予算の部分をね比較していただけると、おすすめなんじゃないかなと思います。はい、次ですね、パナソニックになっていきます。こちらルミックス S5-2 になります。こちらはですねキャッチフレーズ僕考えたんですけど、高コスパプロ仕様コンパクトかなと思います。いやコンパクトはちょっと言い過ぎかもしれないね、これちょっとコンパクトじゃないかな。他のメーカーだともっと重たい大きいものとかあるんで、一応人によってはコンパクトって考える人も中にはいるんじゃないかなと思うんですけど、こちら 740g になります。先ほどの α7-4 からも 80g ぐらいさらに重さがあるものになっていて、ほとんどですね先ほどの α7-4 と、同等レベルの性能を持っています。連続撮影のところが30コマ撮影できるっていうメリットはあるんですけど、あとはねもうスローモーションの動画撮影できるし、バリアングルモニターだし、デブレ補正もあるし、デュアルスロットだし、画素数もそれなりにあるから、あんまりね大きな違いはないんですけど、L マウントっていうねレンズのね種類が選べるので、割とねレンズのバリエーションもそれなりにやっぱりあるんですよね。なんでやっぱりさっきの α7-4 と何が違うかって言ったら、やっぱちょっとだけね重たくて大きくなってる分値段がこれ安いんですよ。20万6千円なんですよね。はい、そう考えるとちょっとやっぱ安いよね。さっきの α7-4 ぐらいのスペックが、ちょっと重くて大きくなるだけで、9万円値段が、ほぼほぼね変わってくるって考えると、結構ねやっぱり買いなんじゃないかなと思います。じゃあなんでね僕が買ってないかっていうと、少しでもやっぱり軽くてコンパクトなものがいいっていう理由から、このパナソニックのシリーズに関しては僕は手は出していないかなっていう感じです。なのでねそこを妥協できる人であれば、このパナソニックのルミックス S5-2 に関してはものすごいねおすすめできる、カメラになります。本当にねプロの仕様、ちょっとね撮影を仕事にしてみようかなと思う方とかもにもすごくいいカメラだと思うので、予算限られてるけど本当にプロレベルのものが欲しいんだったらこれがおすすめになっていきます。あと個人的になんですが、パナソニックのカメラね、これ言っちゃなんですけど、めちゃくちゃ人気なわけではやっぱりないんですよ。で、さっきね、E マウント、レンズいっぱいあるよ、L マウントもいっぱいそれなりにあるよって言ったんですけど、L マウントの方が、レンズの中古価格が
低いんですよね。あのやっぱりニーズがソニーの方が多いので、パナソニック側が同じレンズを出しててもあの値段が安いのが特徴になっていきます。だからそこもねやっぱりねこう予算を節約できるポイントなのでおすすめの点かなと思います。はい、次最後になります。ニコンの ZF になります。今回紹介するカメラの中で最も新しいカメラになります。このカメラのキャッチフレーズ、デザイン軽いコンパクトになります。まあ、重さに関してはね 710g と、まあ、少々ね重たくはなるんですが、先ほどのね紹介した、ソニーと、パナソニックのカメラにも劣らないような同じようなスペックが搭載されています。あの連続撮影も30コマで撮影できますし、バリアングルモニターでスローモーションの撮影もできて、デブレ補正もあって、デュアルスロットで、2450万画素がありますよと。でこのカメラは26万9000円なので、先ほどの α7-4 と、パナソニックのルミックス S5-2 の間ぐらいの立ち位置の、金額になってくるかなって思います。まあ、何よりこのカメラ見た目がおしゃれなので、まあ、ただ高画質な写真を撮るだけじゃなくて、カメラをファッションとしても取り入れたいとか、まあ、自分のこう生活のなんかこうおしゃれに加えたいみたいな、まあ、そういう人にとってもこのカメラはすごく魅力的なんじゃないかなと思います。ただね、まあ、唯一デメリットが少しあるとすれば、このニコンの Z マウントっていうのがあんまりね種類が多くないような、マウントになっているので、まあ、最近はね多少、まあ、キャノンに比べると増えてきたんですが、まあ、少しねパナソニックや、ソニーに比べるとちょっと劣ってくるかなとは思います。ただねやっぱりもうあの私は、クラシカルでかっこいいカメラが欲しいんだっていう方には、まあ、やっぱりすごくおすすめのカメラなので、ぜひね興味のある方はチェックしてみてください。はい、ということでね、最後にですね、皆さんが、どんな風にカメラを決めたらいいかってね、まあ、基本的にこう分かってる人ももちろんいると思うんですけど、ちょっとね分からないよっていう方もいると思うので、ぜひここの部分に着目していただきたいです。何かというと撮影スタイルの分析になります。これねあのよくあるあの 5W1H みたいな言葉があったりすると思うんですけど、 When, Where, Who, What, Why, How、When、どんな時にお祝い事、記念撮影、毎日撮るの、どこで使うの、室内、遊園地、デート、旅行、誰と使うの、家族、友達、一人で、何を撮りたいのか、人、物、日常、Vlog、YouTube、 なぜカメラが必要なの、スマホじゃダメなのか、はい、そして最後、写真撮影をしたいのか、それとも動画撮影をしたいのか、まあ、ここの部分ですね、僕が今画面に載せているこの部分をぜひ自分の中でちょっと考えてみてください。そこをまず考えていただいてから、この表のようにですね、写真や操作が、簡単な方なのか、それとも動画操作がちょっと複雑、まあ、基本的に、なんか結構どちらかというと写真の機能が強いカメラと、まあ、動画の機能も写真もある程度いけるよっていうハイブリッドに今どちらかというと傾いてるんですよね、市場が。なので、まあ、そこのね中間の部分のところとか、動画強い方がいいのか、動画と写真が強い方がいいのか、写真の方がメインなのかっていうのを含めて、今回紹介したこの6機種のどこに当てはまるのかっていうのを、分析してみると、まあ、少しね、今回紹介した中では分かりやすくなるんじゃないかなとは思っています。はい、ぜひですね、自分に合ったカメラを僕にね、相談したい方は、コメント欄に、質問用テンプレートを僕が作っておきますので、そこをね、コピペしたりして、自分のね、用途を伝えていただけると、僕ね、僕も返信しやすくなると思うので、ぜひコメントをしてみてください。はい、ということでですね、以上で、今回の、初心者、中級者におすすめのフルサイズミラーレスカメラになりました。ぜひともですね、皆さんは、今のこの動画を見て欲しくなりましたかね。やっぱりねこのフルサイズっていうのはすごく奥が深いので、まあ、すごくねこう一言とか、まあ、10分で説明しろっていうとなかなか難しいんですけど、まあ、正直、まあ、個人的にはやっぱり初心者の方はですね中古品狙った方がいいと思いますね。あと、まあ、予算がやっぱり低すぎる人に関してはやっぱり分割とかを利用された方がいいんじゃないかなとは思います。なんかやっぱりそこで結局なんか10万ぐらいの中途半端なカメラを買って、うわ買ったのに全然スマホと画質変わんねえじゃんみたいな、まあ、そんなもの買ったってしょうがないので、ぜひですね差別化できるように
いいカメラを買って長いカメラライフを続けていただければと思いますので、ぜひともこの動画が良かったと感じた方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。